皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もアースリバイバル、略してアースリバー、やっていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、前回の動画でね、皆さんたくさんの、コメントをいただきました。誠にありがとうございます。ということでね、僕が、アースリバイバルとアンドーン、まあどっちが面白いのかっていう動画にしたんですが、まあそちらのねコメント数めちゃくちゃあって、でみんな結構いろいろ答えてくれたんで、それをね皆さんとちょっと共有していこうかなと思います。はいはい、ということで少しまとめていきたいと思います。でまずですね、コメント欄で3票いただきました。ライフアフターですね。ここね、僕比較対象としてライフアフターは使ってなかったんですけど、ただね3名の方がね、ライフアフターもめちゃくちゃ面白いですよっていうねコメントをいただいたんですよね。やっぱりねライフアフターはリリースがまあこのゲームの中でも一番長いので、まあ、それだけアップデートを繰り返してまあいいゲームになっていると、まあそういったことだと思います。はい、まあこれ聞いて、あ、少しちょっとライフアフター遊んでみたいなと私的に思いましたね。はい、私はねやっぱりサバイバルマスターなので、まあ、そういうところはね、ちょっと試してみたいかなというふうに書き立てられました。はい、なんでね、ぜひね、ライフアフターも皆さん遊んでみてください。でも今どうなんだろうね、今から始めても、まあ、追いつけたりするのかな。まあどうなんだろうね。でもねぶっちゃけですね、アスリバもアンドーンもだけど両方ともね今レベル止まってるし、なんかこれといってイベントでガンガンなんか回ってる感じしないので、まあ、今から始めても全然間に合うんじゃないかなっていうふうには個人的には思いますね。はい、アスリバとアンドーンに関しては、どちらも全然いいんじゃねえかなと思います。はい、それはまあサーバーランク1位とかさ、もう誰よりも一番強くなりたいっていう話だったらちょっと厳しいところはあるかもしれないけど、普通に遊ぶんだったらね全然最前線の人たちと変わらないぐらいね、レベルも上げれると思うし、全然変わんないぐらいになると思いますんで、さあ今更始めても遅いかなっていう風に考えてる方がいらっしゃったらね、まあアスリバアンドーンに関しては全然始めても大丈夫だと思います。はい、全然間に合うと思いますよ。この先もだけどこうやってレベルで止まったりすることが多々あると思うので、まあ、そんなに考えなくてもできるんじゃないかなと個人的には思います。はい、ということで、次行きたいと思います。次はですね第2位はですねアンドーンです。はい、ということでアンドーンは5票いただきました。でアンドーンのいいところは、PVP がね割とねいいらしい。うん、でまああとはキャラクターが可愛いっていう風に言うのもありましたね。それは私もわかるかもしれない。確かにね、アンドーンのキャラクター可愛いんですよ。なんで、それすげーわかる。で、PVP がね、割と戦いやすいっていうのを聞いて、あ、そうなんだって思いましたね。アスリバの PVP って、相手がめちゃめちゃ強かったら、かなり厳しいじゃないですか。多分それを皆さん分かって比較してると思うんですよ。うん。なので、PVP がね、まあ、そんなに差がなくね戦えるなら確かにアンドーンもいいかなと思います。うん、アスリバのちょっとエデン1号でちょっとトラウマになってしまって、あんまりねちょっと PVP やる気が起きねえ。もうあんだけねコテンパンにやられたらねやる気起きねえっす。はい、でなんかねコメントでもいただいたんだけど、それこそね戦力差がありすぎるとまず何人でかかっても勝てねえよっていう風なこと言ってたんで、うん、なんでねちょっとねアスリバの運営さんは少しね PVP を見直した方がいいと思う。うん、まあこの動画は見てないと思うんですが、はい、ちょっとねバランス調整した方がいいんじゃねえかなと思います。まあ確かにね、課金者って一番のお客様だと思うんですよ。ですがね結局ライトユーザーがたくさんいないとゲームって成り立たないんですよね。はい、もちろん課金ユーザーってめっちゃ大事ですけど、ライトユーザーがめちゃめちゃいないことにはゲーム自体がね、かなり衰退していってしまうんで、うん、なのでアスリバの運営の方々はね
少しね PVP もうちょっと考えたらいいんじゃないかなと思います。まあそれこそ公平なやつとかもあるじゃないですか。まあそれで一応線引きはされているんですがね。うん、ただエデン1号は今回イベントとかも来てたんで、まあ、そういうイベントにするやつに関しては少しね公平性を持ったゲームにしないとやる気が起きないです。はい、まあこれはもう僕の個人的な感想なんですけど、やる気が起きませんのでよろしくお願いします。ということで、まあここまでアンドーンと来ましたので、第1話ですね、アスリバの方になっております。アスリバは、10票いただきました。で、まあアスリバのいいところはやはりグラフィックと、このゲームの出来っていうのかな、うん、このキャラクターの動きだったりモーションだったりがやはりアスリバはすごくいいということで、それね私も同意です。このゲームのクオリティの高さとかこのキャラクターのモーションとかね、めちゃめちゃねアスリバいいんで、やっぱそこはねめちゃくちゃ評価されると思う。うん、まあそういった点でね、アスリバがやはり人気でしたね。うん、ただやっぱりねコメント欄にあったのが PVP は良くねえと、コメントをいただきました。マジでねこれね運営さんに見てほしい。直に、この視聴者さんの意見とかを見てもらって聞いてもらって、それを少しねアップデートの形にしていくといいんじゃねえかなと思いました。はい、別に僕の動画を見ろとか見てほしいっていうわけじゃないんですよ。単純に皆さんの意見が、ちゃんとコメントに集まってるんで、まあ、それをねちょっと見ていただいて、改善すべき点ありますよっていうとこをね見てほしいなと思います。今はさレベル60になれないので、とにかくゲーム自体が動いていませんよね。はい、そういった時にね、まあ、この止まってる期間ねちょっともったいないなって最近思います。はい、なので少し運営さんも頑張ってね何かやっていただけるといいんじゃないかなと思います。特にね今夏休みなんで集客マジでできると思うんですよ。なのでぜひね、アスリバの運営様よかったらいろいろと皆さんの意見を聞いていろいろゲームを作っていただければいいんじゃないかなと思います。ごめんなさいちょっと勝手な意見になっちゃうんですが、まあ、言いたいことはちょっと言わせていただきます。別に批判をするつもりもありません。ただ良くなってくれればいいんです。はい、ただそれだけです。ということでね、皆さんのご意見はいかがでしょうか。まあ、たくさんご意見こうやっていただいてね、たくさんのねいいところも悪いところもね、コメントにいただきました。皆さん本当にありがとうございます。ちょっとでもねこの意見を見た上でライフアフターやってみたいなと思った。うん、まあその中でもライフアフターは結構いいよっていう風に言ってた人がいたんで、まあ少し手を出してみてもいいのかなと思いましたね。まあこの票数に関しても、まあ僕が基本的にアスリバの動画を上げてるんで、アスリバに偏るのっていうのはまあ間違いなくそれも分かってるんですけど、ただそれぞれにあったそれぞれのゲームの良さっていうのがあるんで、皆さんもねぜひいろいろ試してみたらいいんじゃないかなと思います。あと一つありました。はい、一票いただいたものがありました。はい、それはですね教えてリディアタンです。リディアタンおめでとうございます。はい、ということでねここでリディアタンにおめでとうを伝えていきましょう。リディアタンおめでとう。我に帰る。ダメージを受けるたび 70% の確率で自身の弾丸を2発補充するということか。なるほどなるほど、まあ、リディアタンはちょっと照れ隠しで我に帰ると言っているんですね。なるほど、うん、いやー勉強になりました。リディアタンありがとうございました。リディアタン1票入ってたんでおめでとうございます。はい、ということでね、まあ本日、たくさんコメントいただいたんで、少しねコメントのまとめとしてねやらせていただきました。いや面白いね、こういった意見をたくさんいただけてめちゃめちゃ面白かったんで、またねちょっとやっていこうかなと思います。はい、ということでね、皆さんのご意見、さらにね、いただければすごく助かるのでね、ぜひご意見の方をお待ちしています。ご意見をいただけないと私の動画ができません。アスリバの運営さん、私動画作りたいんでもう少し頑張ってください。お待ちしてます。はい、ということでさらに皆さんのご意見ご感想などをねお待ちしていますんで、ぜひ、コメント欄に残していってください。
今日はお話だけでしたが、皆さんのおかげでね、こういった一本になりましたので、皆さんありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。